あ、名前はルール。あ、うん、2頭。あもう汚いわ。あったかいよ、だけどあったかいの、ね、うん、すごいあったかいんだよ。もうあったかいね、あったかいの、ポッカポカ、背中なんかすごいポッカポカ、うん、ね、あきれいポニーだね、これ汚くないやつ。汚くない？うん、本当？だってなんか、まあ、そう見たことあったどこ、うん、遠いとこでなんか汚い、うんうん、汚いんだ。そっか、あんまり乗れないだわ、人が汚いから。そうなんだ、うん、ね、ルールと何これ。これバロン、バロン、うん、バロン、バロン、バロン、お、ルール、ルール、あ、ルールが男、うん、女、あ、女、これは、うん、こっちが女でバロンが男。あ、男ちっちゃいね。うん、ちっちゃいね。そっちの方がスマートだわ。うん、綺麗な体してんの。こっち、すごいね。ルール読んだらもう外で、うん、出てきたね。ちゃんと出てくるんだよ。出てくるね、名前読んだら。ね、ルール、うん、ルール、ね、うん、優しいね。ね、優しいよ。優しいよ。何でもペロペロするんだ。小さい時買ったの、あれ。そう、1歳。1歳？うん。そしてまだ小さい。もうちょっとちっちゃかったね。まだ顔もなんか赤ちゃんっぽい顔してたけど、もうお兄ちゃんの顔なったもん。これ、ね、お姉ちゃんとお兄ちゃんの顔なって。うん、舐めないの、そんなに。ねえ。かわいいね。すごいミカコ好きだね、俺は。大好きなの。うん、ね、癒し。なんぼ疲れてでもね。死んじゃったらはどうするの？いや、死んだらね。もう何歳これ？これ今ね、2019年だから4歳。4歳？あ、うん、まだ4歳か。うん、まだ若いだね。うん、ね、うん、若いけど、もし私もね、買った時にすぐ獣医さんに聞いたの。もし死んだらどうするのって、ね、そしたらね、え、別にあるんだって、焼くところが。まだ買うの？あ、焼くところ。焼く？あ、死んだら。あ、うん、焼くするんだ。うんうん。そこがあるから、そこに持ってくんだよって言われて。もう何年まで生けるの？うん、20年は生きるって言ってた。あ、まだまだだね。うん。まだ小さい。だから私が死ぬか、ま、こっちが死ぬか。どっちが最近？じゃあ、どっちが最近か。持ってかれないなと思って。私、ね、先に死んじゃったらさ、かわいそうだから。うん。まあ、長生きしようね。お互い。